はい、お疲れ様です元光です、す今回のお話なんですけど、まあ、ついにですね、日程の24時間テレビがスタートするというような話なんですけどなんとやすこ、ね、しの24時間マラソンは続行だという話なんですけどただ、その内容があまりにも拷問すぎるだろうということで話題になってるわけなんですよね、えー、こちらの記事にもある通り競技場内をひたすら走るだけというような、えー、こんな感じの状態なんですね。 スタジアムの中をひたすら走る100キロマラソンだーってしかも雨が降っ てるんですよね、それ、合わすぎだろっていうことがね、言われてたり、まあ、あくまでこれはね、やすこの希望なんだっていうことで、安すこを盾にする日テレだとか、あと、この、えー、スタジアムで走るっていうために、スタッフを500人用意してるということで、そうまでしてマラソンさせてるのかっていうことで、24時間テレビね、批判さっとしてるんで、今回その件についてね、見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録してください。 登録もよろししくお願いします。ということでまあ、こちらの記事なんですけど日本テレビやす子の24時間マラソンは競技場内での周回コースと発表錦鯉ら先輩芸人の伴走も決定ということで他の芸人も途中で一緒に走るよっていう話なんですけどそれよりこっちだよね競技場をひたすら周回するっていう話なんですよね日本テレビ系24時間テレビ47の直前生放送特番が31日同局系で放送さ タレントやす子が行う。 全国の児童養護施設に募金マラソンが競技場内での周回コースで行われることが発表されたと番組ではヤス子と海老原アナウンサー岩田アナウンサーが登場海老原アナウンサーが台風10号の影響のため市民ランナーが参加する予定だったマラソンイベントにおいては中止となったことを伝えて謝罪した、まあ、これは前日の時点で中止にしてましたよねで一方でヤス子のマラソンに関しては安全に配慮しながら実施してまいります 本日は競技場内での周回構想を想定しておりますと明らかにしたとはあみたいなまあただの耐久レースだみたいなことが、ね、発表されてるんですよねえそうまでしてやすこしを走らせる必要があるのかって感じがするんですけどしかもこの日産スタジアムなんで雨とかがっつり降ってるんですよ こんな中なん、走らせんのって、ひたすら同じところをぐる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 走らせるらしいですよね。なにこれっていうことでね、まあ、ネット上ではね、もうこういうふうに言われてるんですよ。やす子ちゃんのチャリティーマラソン競技場周回って聞いて絶望してる。冷静に考えて250周も同じ景色眺めながら延々と走り続けるって何の拷問かって思いませんかって。いや、ほんとそうだよね。 しかもさ、まあ、さっき見ての通りですけどここは雨降りまくってんで会場に人なんていないんですよ。えー、って。 これ何のためにやんのってなりますよね。で、まあ、もうちょっと読むと、そんなことするぐらいな中止でいいじゃない。ほんとさ、日テレやばすぎだよ。やすこちゃんが一体何をしたって言うんだっていうふうにね、言われてるんですよね。本当拷問って思われてもおかしくないような、そんな、えー、企画になってるんですけど、また市民ランナーの参加はなくなったが、やすこの先輩芸人たちが一緒に走ることも急遽発表。やすこはありがとうございます。誰と呼んで喜んだが、メンバーが錦鯉。 ハリウッドザコシショウ、ナゴンのすすき、春菜愛、アキラ100%、雨宮、宮武善太、天野と発表されると、錦鯉さん、ハリウッドザコシショウさん、おじさん大丈夫かなと不安も口にしたと、一緒に走らせようって、まあ、感動のね走りを見せてやろうみたいな企画になってるんですけど。 この雨の中でトラックぐるぐる走って先輩芸人一緒に走ってそれが本当に感動の話なのかって言われるとちょっと違う気がしますけどね本光は日本列島を縦断する台風10号の影響で都内は放送時間中の好転が予想されていたためマラソンの実施の可否が注目されていたがこの日午後3時に番組の公式サイトでやす子さんのマラソンに関しては安全に配慮しながら実施いたしますただし天候により一時中断する場合もございますと予定通り実行 することが正式に発表されていたということで発表された結果がこれなんですよ。 えちょっと意味わかんないよね。こんな雨降ってるスタジアムの中ぐるぐる走らせるってわけわかんなくて、しかもこんな記事が上がってるんですよね。えー、今回マラソンに関わるスタッフ500人だということで、えー、まあこれやすこしが喋ってる内容で、マラソンだけで関わっているスタッフが500人もいるってお聞きして、それだけの人が安全に走れるようサポートしてくれると思ったら、本当に勇気になりますし、その人たちにもこの仕事やってよかったと思ってもらえるようには楽しく走り 切りたたいいなって思いましたというふうに安子氏は言ってるわけなんですけどスタッフ500人つけけてまでやらないといけないいいとことなのこのマラソンマジでちょっと理解できなくてさらに日テレ側はこういう言い分がねあるわけなんですけど台風が接近してもマラソン結構模索するのは安子本人の強い希望のようだということで日テレ局員の話なんですけど安子さんがこれまでのマラソンランナーと違うのは福祉への思いがより強いこと。 台風が接近しようが走る気満々で皇居周辺で熱心に練習を重ねてきました24時間テレビ側はその思いを汲み実施の方向で調整しましたということで今回のこの無理やりゴリオスっていうのもあくまでヤスコしの強い希望なんだというそういうのを盾にして実施しているわけなんですよね本来だったらこんなやばいことをやめさせるべきですよねもちろんヤスコしはその募金を集めるために頑張りたいという思いがあるのはます 間違いないんだと思うんですけどだったら日テレ側としては大体案を出すだとか他の方法でやりゃいいんじゃないのっていうことですからねスタッフ500人用意して雨の中日産スタッシャーもぐるぐる走らせていやこれは安子が走りたいって言っただけなんだよみたいな言い分なんですよむちゃくちゃだろ日テレっていう話ですよね まあ、とにかくネット上では批判殺到してるんで、見ていこうかなと思います。ヤクスコスさんがトレンド入りだーって、こんな状況でマラソンする意味があるのかーって。<laughs> そうだよ何のためにマラソンすんの日産スタジアムの競技場週間250周ってさ部活でやらかした部員の工程ナルバル州のアルティメット罰ゲームレベルな拷問だと思うんだがしかも雨も降っている状況で走らされるわけだしフワちゃんの呪いとしか思えんぞーっていうことでいや他の方法であの募金を集めるっていうことはできると思うんですけどねなんでこれやんのって。 他にはヤスコちゃんが走るから見るけどっていうか台風の中走らせる意味わからないけどってヤスコちゃんの応援のためだけに見るけどってみんなこういう思いはあるんですよヤスコさんのねその募金に対する思いがあるっていうのはわかってるからだから別にこれ走らせたりしなくても募金は集まると思うんですよ他の方法でもねだから日テレ側は他の企画を用意すべきだと思うんですけど着服されそうなのに募金する気にはなれないなのでヤスコちゃんの気持ちに賛同するという 思いまああの賛同はするけど他の形でちゃんと募金するからねってもういかに日テレが信用されていないかっていうことですよね <laughs> まあこういう声上がってたり他にはなぜ24時間歩き続けることが障害者の理解や地球を救うことになるか意味不明だぞってパリパラリンピック流した方がいいんじゃないってまさにまあこういう状態になってるんですよねまあでも寄付金が全国の養護施設に届くということなんで頑張って やっっててくださいといいいいととうことでもう安子氏個人的にやればいいんじじゃないって感じがしますけど、ねまあもちろんこうした過酷なところとかではなくなんか YouTube とかでもね何かで発信すれば多分それ影響力あると思いますけどね他にはやす子さんがマラソンする競技場は日産スタジアムです当初予定していた市民マラソンは中止したのにかかわらずこの豪雨の中安子さんにトラックを何周も走らそうとしています寄付金は全国の児童養護施設に全額寄付するということですが 大雨の中マラソンする意味本当そのとおりだよね。もう安子さんのその気持ちだけで募金は集まる気がしますけどね。ねえ、やっぱり無理だって走るのやめようぜ。安子の命が一番大事だろう。あちこち被害で生活必死なのに募金募ってる場合でもないよって。24時間テレビは安子を救うのかーっていう風に安子氏が窮地に追いやられてるわけですからね。救えよーって言われてたり、他には災害が起きたら極力外出しないようにと。 ニュースでよく聞くけど台風は災害じゃないのかって24時間テレビって募金を横領したんだよねどこかのスタジアムで走るっぽいし安子には頑張ってほしいけど悪天候で走らせて怪我したら責任取るよッテレーって、まあ、全部の責任は日テレですからね本人が強い希望だって言っても普通は止めますよこんなの。 他には、なぜ24時間歩き続けることが障害者の理解や地球を救うことになるのか意味不明だぞと、パリパラリンピックを流した方がいいんじゃないのかっていうようなね、こうした意見がね、やっぱり多いですよね。何のためにこれ走らせんだって。まあ、ということでですね、今回はス子氏のマラソンがスタッフ500人で決行されるもう競技場内をひたすら走るっていう拷問のような、そんな競技になってるっていうような、そんなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。 とみつのチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。